ホルスは、東日本フェリーで運行されていたフェリー。この記事では、名称変更の上他社で運行された、パンスター・ハニー、ブルードルフィン、ブルードルフィン2と合わせて記述する。三菱重工業下関造船所で建造され、1994年7月、室蘭港と青森港を結ぶ航路に就航した。エジプト神話に登場する天空の神、ホルスから命名された。 その後の1998年3月、苫小牧港と仙台港を結ぶ航路に就航した。同航路廃止後の2000年4月、青函航路に就航するも2007年9月1日のナッチャンレラ就航に伴い運航を休止した。室蘭港にしばらく敬船された後同年12月、パナマに売却された。2008年3月、パンスターラインが要船し、 パンスターハニーとして、富山港を拠点としたクルーズ船として就航した後、同年5月から、富山港と大阪港を結ぶ航路に、同年6月からは、東日本フェリーとの協業で、富山港と金沢港を結ぶ航路に就航したが、同社のフェリー事業撤退に伴い同年10月、運航が休止された。2010年に、 内海造船瀬戸田工場にて改装を受け、同年7月17日に東日本フェリーの後ろ身で、ある津軽海峡フェリーのブルードルフィンとして、再び青函航路に就航。カジュアルクルーズをコンセプトとして、多彩な客室や設備を備え、日本のフェリーでは初めてドッグバルコニーを設けた。 2016年度の2隻の新造船就航計画による2代目ブルードルフィンの就航により2016年10月28日に運航を終了した。なお、同系船、ビナスの点検整備による運休のため10月11日から28日までは新旧のブルードルフィンが同時運航された。その後、ブルードルフィンにと船名を変更。 函館フェリーターミナルで掲載された後、エサン2000の代戦として2017年2月2日より運航に復帰した。新造船、ブルールミナスの就航に伴い2020年5月22日の青森発函館行便を最後に引退。本船の引退をもって、津軽海峡フェリーから旧東日本フェリー時代からの船舶が全廃された。 引退後は長らく函館ドツクに敬戦されていたが、ザ・ブルー、ドルフィンとして、タイに売却されることとなり、2021年4月14日より、タイ北部のチョンブリーと、タイ南部のソンクラーを結ぶ航路に就航する。1994年6月、三菱重工業下関造船所で竣工。なお、パンスターハニー、ブルードルフィン、ブルードルフィン人については、 ホルスと共通の要目は割愛した。函館港、2012年青森港、2014年。ありがとうございます。